ジョン・テイラー・ドゥリトルは、アメリカ合衆国の政治家、共和党所属、カリフォルニア州選出の元連邦会議員、1950年10月30日にカリフォルニア州グレンデールに誕生する。カリフォルニア大学サンタクルーズ校を卒業後、末日生徒、イエス・キリスト教会の宣教師として、アルゼンチンで2年間の布教活動に従事した。帰国後、 マック・ジョージ・法華大学院を経て1978年にパシフィック大学大学院を修了した。1980年にカリフォルニア州議会上院議員に初当選する。1990年の中間選挙でカリフォルニア州第14選挙区より出馬して初当選し、1992年アメリカ合衆国大統領選挙に伴う下院選挙以降は、 カリフォルニア州第四選挙区へ国替えを行った。選挙地盤は盤石とは言えず、2006年1月より、ロサンゼルスタイムズが連邦預金保険公社に対する監査の強化に反対する立場より、ルーリトルがリチャード・ポンボ元会員内総務と共に圧力をかけたのではないかとのキャンペーン報道を開始して、以降は資金集めに苦慮し、 同年の中間選挙に際しては、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領を応援演説に招聘している。この年の中間選挙では、ボンボが落選したのに対し、トゥーリトルは民主党候補の猛追を振り切って辛くも再選したが、2007年4月19日に、バージニア州の自宅が FBI の強制捜査を受けるに至り、会員の再出委員を辞任した。 2008年アメリカ合衆国大統領選挙に伴う下院選挙では公認を得られずトム・マクリントックに選挙区を譲ることとなった。ローメイカークリティサイズド 4PAC フ,フェスペイド2ワイフありがとうございます。